はいどうもズンズンチャンネルよいしょはい、唐突なんですけども、はいはい、僕ねもう最近ね、うん、ジュニア君が何者かよくわからなくなってきましたおちょくってる、いやいや、おちょくってるとかじゃなくて多才じゃないですか。いや多才ではないよ。まあまあ言うたらリズムメーカーで桶を作ったり、リズムね、はい、うん、まあそれを回したり、まあ、DJ ディスクジョッキーとしてもやりますし、うんうん、まあスニーカーも大好きやったり、うん、まあ貧乏やったり、いや貧乏じゃない、まあ、元ね元つける、はい、元貧困層からのうっさよとかで、そういえばジュニア君って何者なんかなっていう、まあ、肩書きめちゃくちゃ多い。はい、そうなんです。だってまあそうです、 DJ やサウンド、はい、レゲエ DJ みたいなことやってるやん、はい、でプロデューサー、はい、レゲエの楽曲作ってる、はいはい、でリズムも作るやん、はい、だからミュージシャンやん、はいはい、トラックメーカー、はいはい、で、まあ、自分のブランドやってるやん。あ、そうっすよね、うん、アムダーズね、アムダーズ、はいはい、でフォトグラファーはいはい、ほんまそうですよ、はい、スニーカーフォトグラファー、一応チャンピオンになってるからね、はい、なんか海外のなんかそういうサイトで、はいはい、勝手にのみなんかエントリーされて、はいはい、それも優勝してるやろ、はい、そんなもんかな。いやもうだから何者か、イベンターや、イベンターね、オーガナイザーというか、イベントもしてる、プロモーターもしてる、プロモーターだからね。そやな、なんかいろいろやってますね。だからその全く知らん、うん、ちっちゃい子供が「おっちゃん何してる人なん?」って聞いてきた時に芝生芝生まあまあそれをどうすんの、ね、どうしたらいいか分かんないじゃないですか、うんうん、これはレッドスパイダーウィキペディアでジュニア君はどう見られてるかっていうのを、あ、ウィキペディア見るやつね、はい、でウィキペディア開いてるんですか。はい、そうです。でジュニア君は、はい、世間から、はい、まあ、これはジュニア君作ってないですもんね、一切ジュニア君はどうやって見られてるかっていうのを、ウィキペディアを見ていくって感じ、はいはいはい、いいよ、合ってるか合ってないかっていうのを、はいはい、やっぱりね、はい、ここじゃあ呼んでいってよ、はい、はい、行きました。はい、レッドスパイダーは大阪府を拠点に活動するレゲエサウンドマン、はいはい、好きなアーティストはボンティヒラ正解。ちょっとそこまで書いてます。いや書いてますから。いや、まあ、好きなアーティストはボンティキラーやけど、はい、まあ、ベネッサーモンドとかも好きやで。あ、それはね、それはもちろん。いろいろ好きな、はい、なんか、はい、もうボンティキラーだけですね。はいはい、すごいですね。あ、うん、相性は、はい、僕も言うてます。ジュニア君。はいはい。みんな言うてるんかな、これ、レッドさん。いや、言われてない。これ間違えてるやろ。レッドさんは、たまにおんで俺のことレッドさんっていう人、はい、これ間違えてるから。レッドさんは湘南の風の、はい、レッドのことやから、はいはい、レッドライスさんね。俺はレッドさんちゃうからな。誰書いたんこれ、はい、でスパイダーさん、はい、まうん、たまにおるかな、はい、はい、イベントとかの楽屋とか行ったら、はい、スパイダーさん入りましたみたいな。あるね、はいはい、うん、これ言われてるんですかね、知らないですけど、 J さん。いや、それはね、J さんだけ言われたことない。 J さん、Jさんは言われたことない、はい、けどこれは言われてるでしょ、地元で。カワッチこれ地元の人でしょ、絶対地元のやつやん、こんなカワッチとか書いてるの。確かに地元では、はい、そうやって呼ばれてるけど、はい、じゃあこのレッドさんは消しといてください、皆さん。じゃあ次々いきますね、はい、経歴、はい、1995年にジュニアとシルバーキングが、うん、レッドスパイダーを結成。その後にクラ、レッドケニー、ポコ、オショが加わり、2006年により、ソロプロジェクトとなっていると、うん、だから、ポコくん、オショくん、レッドケニーさん、うん、クラくん、シルバーキングさん、いや、まあ、他にもメンバーおったよ。あ、そう、この前にな、はいはい、95年かな、95年ぐらいだと思うねんけど、はい、その俺と、まあ、シルキンだから、シルキンは俺の兄やん、はいはい、と誰はじめにおったメンバーなんかいろいろおったで、はいはい、シノッピーとか、シノッピーさんシノッピーさんがおったんすねとか、はい、スイートポエムとかスイートポエムさんおったんすかスイートポエムさんおったんすか、なんか、なんか今ダッサい名前やな、ほんまに。スイートポエムも、いろいろおったよ。シンガーさんですかね。はいはい、で、2006年よりソロ。まあソロ一人、一、はい、人ジュニアのソロプロジェクトとなっていると。ジュニアは1977年の3月21日に三男として生まれるが、うんうん、家庭の事情により、幼少期は児童施設で過ごす。合ってますか
合ってますか？まあ合ってるけど、はい、誕生日含め誕生日も合ってるけど、児童施設で児童施設で過ごすのも合ってる、ね、はいはい、兄の影響によりサウンドマンを目指す。2000年より自身のレーベル、はい、スカイザリミットを、はい、日本サウンドマン初となるメジャーレーベル、うん、東芝、うん、EMI よりリリース。2002年に第2のレーベルとしてロックシティを立ち上げ、4枚のコンピレーションアルバムをビグタよりリリース。え、もっと出してると思うけどな。4枚5枚ぐらい出してる。ああ、じゃあまあまあまあ、この辺は、はいはい、まあまあまあ、はい、2002年ワールドクラッシュに出場するが敗退する、はいはいはい、2004年にはミンミとザレックレコーディングスをジャマイカで設立し、うん、ブジュ、TOK、バイブスカーテルなどジャマイカンアーティストをプロデュース、うん、現在も楽曲提供、音楽プロデュースなども手掛ける。2014年に自身がプロデュースするアムーダーズ、うん、ブランドを立ち上げる、うん、2019年自身の公式 YouTube チャンネルズンズンチャンネルを立ち上げる。まあかなり端折られてますけどね。まあ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 、基本的には、はい、合ってんちゃいます。これなんですか、プロフィール。あ、プロフィール、はいはい、あ、プロフィールはまあ、はい、読んどく一応、はい、セレクター MC をジュニアが務める本人のみからなる大阪のレゲエサウンドである、うん、はい、現在まで数々の作品をプロデュースすると同時に強烈な MC、 オリジナリティあふれるダブプレート、サウンドシステムを駆使したダンスを年間100本近く展開する、うん、まあ、うん、でもコロナで全然そんな100本も こなしてないけど今はね。けどまあまあ、コロナ前はそれくらいはやってはりましたもんね、うん、多分。インディーズマーケット、メジャーフィールドを縦横無尽に駆け巡る、うん、独自のスタイルで活躍、うん、代表は爆走エンジェル、大爆走エンジェル、ギャグギレアウチ、花ジブ、このシリーズはセールス面でも好成績を叩き出した自身の看板アイテムである、たった一人でオーディエンスと、対峙ちゃう、対峙するワンマンダンス、うん、オーディエンスと対峙するワンマンダンス、うん、緊急事態は年々動員数が増えており、2012年10月には大阪城ホールで単独公演を成功させ、はい、2014年舞島にて初の野外開催され、1万4000人以上の集客、うん、2016年には再び舞島にて開催し1万6000人の動員を記録。2017年自身2度目となる全国47都道府県ツアーを施行、うん、ツアーファイナルは武道館で開催している。合ってますか？まあ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 、まあ、ざっくりは合ってる、まあ、ざっくりね。まあこれが何ですか、はい、あ、ディスコグラフ、グラフィー、うん、だ今までリリースしたもんですかね。リリースしたもんなんか こんな何個あんのこれ分からんけど、はい、こんなもんじゃないやろ、ね、なんかこれテープ、あ、テープでリリース、あ、5まで多分レッドスパイダーミックステープ5までは書いてますね。いや、もっと出てると思う。もっと出て10、え、いや、ちょっと覚えてないけど、はい、もっと出してんじゃうから、はい、それこそギャングサミックスとか、あ、そうですね、あったやん、はいはい、それこそ僕このボリューム3、ボリューム2、僕の青春です。2000年なんや。あ、そうなんすね。テープ初めてミックステープ出したん、はあ、こっから初めてですか、言うたらミックステープ。いや、俺も全然覚えてないけど、はい、多分これ一発目なんやろな。2000年、けど7月24日な。そんな知ってんの、なんで知ってんのこの発売日、すごいっすね。でアルバムはレッドスパイダー5、プロデュースバイク、あ、確かにCD とカセットテープ出した時あったわ。 あなるほど、うん、あ、うん、じゃあこっからフレッシュエア2004、ライブやなこれ、あ、ライブ、ズンズンナイト、レッドスパイダーアンセム、まあなんか、はい、ここら辺から CD、 そうですね、ボリューム、まあ、いっぱい出てんね。ファンデーションミックス、なんかセブン、めっちゃありますね。あ、クレイジーラブミックス、これちょっと僕が思うすごいところ言うていいですか、うん、このクレイジーラブミックス、うん、これで今までは、まあ、ミックスってブートじゃないですか。ブートって、まあ、なんかそのストリートミックスみたいなのがやっぱこう、はい、ストリート音楽やからさ、はい、そういうの結構多かって、はい、そのプロモーションでさ、はい、まあ言うたら なんていうんだろうと、今で言うたらなんかそういうサイトに上げるみたいな、はいはい、ミックスしたの、なんちゃらクラウドとかに、そうそうそう、はいはい、みたいなのやってんけど、はい、結構もっとなんかストリートのプロモーションみたいな感じで、はいはい、
結構みんなそのジャマイカもそうやしさ、はい、ニューヨークとかアメリカとかでもストリートで CD 売ってるやん。そうですね。ああいうノリが結構アメ村とかさ、はい、そういう感じであってんけど、はい、これがすごいのはこれ全部撮ってるんですよね。許可を、ちゃんと申請みたいなのして、はい、これは出したいん。だビッグターから出てるんですよね。そう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 。すごいですよねこのクレイジー。これ結構名目臭かったな、はい、まあなんかこういういっぱいあるね。ありますね。大爆走エンジェル、あ DVD やるやん。ズンズン DVD ボリューム0見てこれ。レッドスパイダーゼップツアー、はい、天気清涼なれど波高し、はい、オリコン最高1位やで。うーわすげえ。そうオリコン最高1位いったんすね。1位いって、でこの時俺これめっちゃ覚えてんねんけど、はい、ジャマイカおって俺、はいはい、で電話かかってきて、はい、オリコン1位になりましたって電話ってきて、はい、出荷止めろって電話言ったもん。え、なんでなんすか。え、なんでなんすか。いや、めんどくさいやん。ライブの CD やったからさ、はいはい、あの、あ、じゃあ DVD やったから、はい、あの、オリコンのさ、なんかインタビューみたいなとかあんねん。はいはいはい。あー、なるほどなるほど。ほんで、全部自分らの楽曲やからさ、はいはい、その登録とかもめんどくさいからさ、うんうんうん、結構、はいはい、あの、自分で作ったやつとかあるやん、はいはい、出るからさ、はいはいはい、めんどくせえってなって、はい、でまああんまそんなにさ、はい、なんやろ、はい、1位とかめんどくさないみたいな。けどもう1位取っちゃってますね。だからこの次の日に出荷止めてんねん。1位取ったからもうやめてくれと。アホアホやろ、アホすぎへん。すごいっすよね。そうそう、確かそうやった。覚えてるわこれ。まあでもなんか全然なんかあの最近のとかないねん。あ、主なライブ、主なライブめちゃくちゃあるな、まあまあ、でもまあすごいっすね、うん、2017年やろ、はい、から更新されてないからな。そうっすね、うん、でいきなり2021年7月3日って書かれてるけど、何なんですか7月3日。いや分かんないです。なんかあったんかな。なんかあったんすかね。まあまあまあそういう、まあまあざっくりやってるよ別に。ああ、いやけどこう見るとえげつないっすね。何が。職業サウンドマン、セレクター、MC、音楽プロデューサー、スニーカー、フォトグラファー。やばないですかこの、おもろいな、はい、ズンズンチャンネル10万人ちゃうで、はい、これもっと、今もうすぐ12万いくで。あ、ざっくりやけど合ってんちゃう。ここだけは書いてほしいっていうのは、まあ、レッドさんだけですか、ね、レッドさんはちょっとちゃうかな。あとジェイさん、ジェイさんぐらいかな、はい。で、なんて言いましょう子供には。おっちゃん何してる人なんって言われたら、ウィキペディア見ろや。情報量多いですね、はい、しかないやろ。そうっすね、はい、言えますね、はい、最近でもその YouTube 見てあのレッドスパイダー知ったって人もおるから、はいはい、ほんまなんなんこいつとはそれは思うと思うで。ちょっと偉そうやしさ。態度でかいしさ。いやいや、まあまあまあ。なあこのおっさんって。はいはい、そらなる、はい。それはもう分かるけど、はいはい、まあでも25年間子供スタイルやからさ、はい、なんかそうす、ね、まあまあこのままやらしてもらいますって感じですかね。はいはい、いやもうほんまに。引き続き。はい。はい、終わり、はい、なんやそれ。いやもうなんて言おうかなっていうのが気になって。ああ、はい、まあまあまあ、レッドスパイダー紹介みたいなことやね。そうです、改めて。はい、はい、そうです、はい。じゃあまあその、まあ、レッドスパイダーの新年、もう今年終わりますから。終わります。まにね、はい、じゃあ2020年もよろしくみたいな感じですか。はい、はい、今年最後の動画みたいになるやん。そうですね。あと10回ぐらいお前あるからな出番俺。はい、ということで今日はありがとうございました。はい。